新しくマイクを購入させていただきました。こちらになります。はい、どうもプロボウラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、私川添翔太、この翔太チャンネルのために新しくマイクを購入させていただきました。はい、ということで、同じ YouTuber の、先輩プロの、カトピーワールドボウリングの加藤優也プロからですね、紹介していただいて新しくマイクをですね、購入させていただいたんですけど、こちらです。はい、ロードのワイヤレス GO というマイクですね。ちょっとですね、正直高かったんですけど、やっぱり皆さんにですね、よりクリアな音声でお届けしたいなと思いまして、マイクをですね、購入させていただきました。どういうマイクかと言いますと、はい、こちらになります。はい、これがですね、送信機と受信機になるんですけど、こっちがですね、受信機ですね、こっちが送信機になるんですけど、もうこれ自体がもうマイクそのものになってまして、今僕はですね、これにピンマイクをつないで喋ってるんですけど、もうこれだけでですね、マイクになってるので、もうこれだけでも十分喋ることができるんですけど、僕はこれにですね、お見せしたこちらですね、ピンマイクも購入させていただいて、今ピンマイクをつけて、この、送信機につないで、お話しさせていただいているという状態ですね。ネットで検索していただくと、このロードのマイク、もう普通に販売しているんですけど、僕も1回ですね、つけて、音声確認したら非常に音がクリアで、今までのマイクはですね、結構手軽に買えるマイクをですね、使わせていただいたんですけど、これからはですね、よりはっきりと聞こえるんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、このマイクで、1ゲームですね、投球してみたいと思いますので、それでは早速投球していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。新しいマイクで1ゲーム、ちょっとハイスコア、いいスコアを狙っていきたいと思います。今日はですね、バイト SE で投球します。幸先悪いスタート。はい、スペアを狙っていきたいと思います。3610なので、僕はスペアボール、プラスチックボールを使って投げたいと思います。はい、ナイスカバー。はい、今3610が残ったので、僕はですね、2枚ほど左に立ってアジャストをします。それでも曲がりすぎましたね。はい、3番ピンも僕はスペアボールで、カバーしていきたいと思います。はい、スペア。はい、第3フレームいきたいと思います。やっぱりね、そろそろストライク出したいな。もう2枚左寄ってみたいと思います。おー、いい感じでしたね。やっとストライク。やっぱりですね、ちょっとね、マイク少し高かったんですけど、やっぱ新しいものって嬉しいですよね。こう気分がいい。よし、このいい気分でダブルを。メッセンジャー。はい、続いて第5フレームですね。結構今日レーンが遅いので、バイト SE は結構やっぱ手前の転がりがいいので、手前のオイルがないとちょっと奥が緩くなっちゃいますね。おー、でも
ね、あの破壊力完璧。まあ、今回ですね、このロードのマイクすごくいいのが、まあ、充電がどれくらいされてるかとか、ちゃんと今あの Wi-Fi というか Bluetooth ですかね、つながってるかっていうのがモニターで画面でわかるので、結構ね安心して使えるんですよね。今までは取り終わって入ってなかったとかありましたからね。あーちょっと引っ張った。あー結構中に寄っているので、今みたいにボールがこうできらなかった時にちょっと中のオイルの多いところに乗っかって曲がんなかったですね。ああ、ちょっとね喋りすぎたな。ちょっとこれはねバックアップで狙っていきたいと思います。おー惜しい、悔しい。はい、続いて第7フレームですね。ちょっとやっぱこう結構左に寄ってる分、今みたいにちょっとトップフッキングポイントでだいぶこう動きが変わるので、まあ、ちょっとこういう時でもねしっかりとアジャストをして、同じラインをですね抜けたところを僕はスピード落として投げたいと思います。ちょっとできらなかったもあるんですけど、ちょっとスピード落とした分曲がりすぎちゃいましたね。まあ、スピードで言うとさっきまでがだいたい28キロぐらいなんですけど、1投目が今 27.09 なので、ちょっと1キロぐらい落ちてるは落ちてるんですけど、曲がりすぎたな。はい、このスペアを取りに行きたいんですけど、縦2本、3番9番、これ難しいな。ちょっとスペアボールで、恥ずかしい。はい、続いて第8フレームですね。ちょっとあの今内側の速いところを使ってスピード落としてアジャストしてみたんですけど、よくなかったので、逆にちょっとやっぱ外に向かって外の遅いところを使って投げたいと思います。まあ、っていうのがいいですね。ちょっとアンラッキーで9番残っちゃいましたけど、まあ、でもやっぱ早く外に出すと結構早く曲がろうとしてる感じがしましたね。はい、9番ピンのスペアですね。これも、3番ピンのスペアと同じように、スペアボールでカバーしていきたいと思います。ね、さっきもね3番9番の時あそこに投げたらよかったんですけどね。はい、続いて第9フレーム。まずいな、今190ペースなので、ちょっとターキー、ダブルかターキーを出さないと200いかないな。集中。あんな感じにこう外のフッキング使った方が今日は良さそうですね。はい、いよいよ10フレですね。ちょっとここで来ないと200いかないので、200は出しときたいな。いいんじゃない？おーよし、この勢いでパンチアウト。はい、続いて10フレ2投目。よし、ちょっとパンチアウトしたいな。あちゃー、パンチアウトできんやった上に200いかない。はい、最後の投球ですね。うわー悔しいな、ちょっと200いかなかった。ちょっとこれをスペア狙って、惜しい。あー悔しい。はい、スコアは198。あスコアは悪いがマイクはいい。はい、ということでご覧いただきましてありがとうございました。
今日はですねマイクを新しくさせていただいて1ゲーム投球させていただいたんですけど、結果は198と、まあ、ボーリングはですねシンプルに悪いということだったんですけど、まあ、マイク新しくさせていただいて、まあ、今回ですね何がいいかというと、このマイクですねちゃんとモニターで接続されてるかとか充電がどれくらいされてるかっていうのが分かるんですね。なので今までのマイクも良かったんですけど、実は接続がちゃんとされてなかったりだとか充電が切れちゃったりだとかしてたので、取り終わって、実は音が入ってなかったっていうのがあったんですね。なので今までよりもたくさんの動画を安心して配信することができると思いますし、レッスン動画とかやりやすくなったと思いますので、これから、まあ、いろんなことに挑戦していきたいなと思いますので、これからもですね翔太チャンネル、ご覧いただけたらと思います。はい、本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録と、高評価の方もお願いいたします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。